ちは、かちゃんです。今日はウームからあるものが届きました。じゃじゃーん。ちょっとねこれもうほんとサムネに使いたかったんですけど、見てこれ。お家にいなくてね、再配達4回もあったんですよ。わかるかな、こういうペラペラのね住所ついてるやつが4枚も重ね貼られてまして、サムネこうしたかった。なんとなく見えるかな見えないかなぐらいので、ね、本当に悲しいです。さあ中身は何でしょうか。え、いきます、せーの、ドン。ててーん、こんなものが届きました。かわいいケースに入ってますね。開けましょう。おわ、これはなんてかわいいケースだ。お、見て、アマゾンって書いてある。じゃじゃーん、パッ。おー、アマゾンギフトカード、こんなんなってるんだ。初めて見ましたね、こういうの。こんな厳重に閉じ込められてるの、アマゾンギフトカードって。 iTunes カードとかよく見るんですけど、初めて見ました、アマゾンカード。入れ物がとても可愛くて、こうやって裏面からはカードとか見えますね。バーコードが何のために見えるのかちょっとよくわかんないんですけど、こういうケースに入ってます。これ可愛いね。どうしてこのようなものが届いたのかと言いますと、動画のコンテストで優勝しました。イエーイ。お正月の期間の募集だったので、学生さんも社会人の方もみんなお休みなんですよ。だからね、動画のエントリー本数が500本ありました。その中でなぜかね優勝しちゃったんですけど、その優勝した動画が、編集もさ、そんな時間をかけた編集じゃないし、みんなが見れば一目でわかる、あ、サブちゃん風の動画かな的な感じの動画がねちょっと優勝しちゃいまして、お正月に大吉を引きましたっていう動画ですね。でもやばいんですよ、もう自分でカメラ持って、しかも iPhone で撮影したからね。その時テロップもほぼほぼ少なく、効果音も多分ほぼほぼ入ってなかったかな。やっぱり YouTuber なのでしっかりと編集した動画とかがね優勝すると嬉しかったなーなんて思うんですけど、まあまあまあ、投票が一番多かったらしいです。今までねコンテストは結構応募してきてたんですけど、まあ優勝はもちろんのこと、頑張ったでしょみたいな、そういうのもねいただいたことなかったので、今回いただけて嬉しいです。ウームのお話が出てるので、もう一つご報告したいと思います。去年の2月にウームネットワークに入りまして、去年の10月にウームアカデミー生っていうのになったんですよ。この数ヶ月でウームアカデミーというものが大きく変わりました。2期生っていう形でウームアカデミーに入ってたんですけど、2月の20日かな、よく覚えてないんですけど、ウームアカデミー生を卒業することになりました。ウームネットワーク生が3000人ぐらいいるそうなんですよね。もう本当に基準はよくわかんないんですけど、50名ぐらいかながウームアカデミーに入れるって言って、ネットワーク生と何が違うかっていうと、本気で専属契約を目指してる人たちが入るところなんですよね。ウームアカデミーっていうものは自分が入りたいと思って入れるものじゃなく、でそのアカデミー生になることで、今皆さんからファンレターとかいただいてるんですけど、もう自分の住所を書かずに受け取ることができる。勉強会とかのサポートがあったり、この2月20日かな、ちょっと日にち覚えてないですけど、それをもちまして僕ウームアカデミー生を卒業することになりました。ほっと最近ウームアカデミーが大きく変わりました。1期生2期生今までみんな一緒に学んできてたんですけど、とりあえず全員2月20日に卒業という形になりました。そして3期生という募集がありまして、その3期生に僕また入ることができたんですけど、ファンレター受け取りサービスが使えなくなりましたということのご報告なんですよ。株式会社ウームかっちゃん宛てって送ればファンレター送れるよって言ってたんですけど、2月20日までに届いた手紙のみを受け取ることはできるんですけど、もうそれ以降のものは受付をもうしないことになっちゃったので、本当に短い期間で、まあ、僕的な気持ち的な感じではもうね、ファンレターいただかなくても本当に皆さんからコメントいただけることが本当に何よりも嬉しくて、ファンレター書いて送るのってさ、手書きで書いたり郵便局に持ってって送ったり送料とかも払ったりとかしてもらうのが本当に申し訳なくて嬉しいんですけど、みんなの気持ちがすごく伝わるような嬉しいコメントもたくさんあるので、まあ、もちろんね今までいただいたファンレターはふとした時に読み返したりしてますし、お洋服とかいただいたものももっと大切に着させていただいてます。そんな感じなんですけど、ファンレター受け取りサービスは終わります。一旦ウームの専属契約になればまたファンレター受け取りサービスっていうものが始まるので、とりあえずね今までの過去の動画とかの概要欄にちょっと書いてきちゃってるのはもう消せないんですけど、2月20日以降はファンレターの受け取りはなしという形でよろしくお願いします。そしてね3期生になったわけなんですけど、
一応アカデミー生ではあるんですけど、結局は自分の力でやんないといけないなってすごく思ってるんですよね、僕自身。2期生になったすぐの時は、アカデミー2期生になったやったーって感じで、専属契約も近づいてきたのかなとか思ってたんですけど、入って安心してるよーじゃあね、ダメだと思うので、スタッフさんからもいろいろね、アドバイスとかいただけるんですけど、結局ね、アドバイスをいただいてもそれを直せてないと自分としても成長できないと思うので、学ぶものはね、100% 学んで全部吸収させていただくんですけど、そこだけに頼らないで自分の力でもしっかりと頑張っていけるように、3期生の周りの人たちの中に自分は埋もれちゃってるので、その中でもね、より一層頑張っていきたいなと思ってます。ファンレターの受け取りというものを一番報告させていただきたかったんですけど、すぐにまたファンレターを受け取れるように復活させるような気持ちで僕もいますので、今後も遅れませんっていうわけじゃないので、目標としては、本当に今年中には専属契約をしたいと考えてるんですよ、本当に。それに向けて何が必要で何が悪いかということもね、しっかりと見極めて頑張っていきたいなと思います。そしてね、ファンレターとかじゃなくて、もうみんなからね、コメントいただけるだけで本当に嬉しくてありがたくて、率直な意見を聞かせてもらえることが本当に嬉しくて、それがね、YouTube のいいところだと思うので、僕は今後もね、視聴者の皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思ってます。最近すごくね、嬉しいなって感じてるのは、ペットの紹介でね、みんなと一緒に参加型の動画を作ったんですけど、本当にね、みんなからありがとうとかね、嬉しいとかそういうコメントいただけて、みんなとね、一緒に作ってるっていうのをね、すごく実感できて、こういうのがね、YouTube のやりがいなのかな、楽しいなってすごく思いまして、僕は専属契約をもちろんしたいんですけど、やっぱりね、皆さんとのコミュニケーションを大切に今後もね、やっていけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。そうだ、この Amazon の使い道を言ってなかったんですけど、僕はね、今、美容師と YouTube を2本やってます。美容師のお金は、家賃や生活費に使ってます。そして、YouTube のお金を、すべて YouTube に僕、還元してるんですよ。結構、機材とかはね、一つずつ揃えてってるので、還元できてる感じはね、まだ、比較的には現れてないかもしんないんですけど、いろいろとね、まだまだ揃えたいものもたくさんあるので、そう、こういうのとかね、最近変わったとか思うと思うんですけど、この照明をね、今3つ使ってますね、照明。カメラに照明と、右に照明と、左に照明って感じで3つ使ってたり、あと昨日もね、動画で紹介したんですけど、こういうテーブルを買ったり、あとはまあね、撮影スペース、こういうフローリングをね、作ったりとか、徐々にね、YouTube のお金を YouTube に変換していってます。このね、2つの仕事をしてることのいいことは、本当に YouTube のお金を全て YouTube に還元できるじゃないですか、100%。これはね、すごくいいことだなと思います。あんまりね、自分は物欲とかがないので、趣味にすごくお金を使うこともないですし、食品もね、そんなご飯も食べない。食べる体？体型じゃない。食べるような人じゃないので、今後も還元していきたいなと思ってます。そして、今回この当たった3万円も、YouTube のコンテストで優勝した3万円になるので、プラス12万円ぐらい上乗せして、いいビデオカメラをね、買おうと考えてます。今はね、一眼レフで撮影してるんですけど、一眼レフだとね、手ぶれがすごいんですよね。外での撮影の時の手ぶれが。なので、外でも撮影できるように、ビデオカメラを買おうと思ってます。なので、今回3万円いただいたんですけど、遊びに使わずに、ビデオカメラを買って、そしてね、パソコンもね、今 MacBook Pro 使ってるんですけど、家用のね、パソコン買っちゃおうかと思って、iMac ですね。iMac を買おうかなと考えてるので、ちょっとね、しばらくは、お金をね、今どんどん使って、還元してってるので、まだ企画にまでね、お金をかけれてないかもしれませんが、少しずついいものを作っていけたらなと思ってます。遊びとかね、欲しいものに使わずに全部 YouTube に還元していこうと思います。そうだね、ビデオカメラもね、多分今月か来月中には買えると思うんですよね、ビデオカメラ。そしたらまたね、動画で報告とかしたいと思います。ということで、結構ね、変わったこともたくさんあるかと思いますが、僕の気持ちはこういう気持ちでやってますっていうことをね、みんなにお伝えしました。これからもぜひよろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。